経費で落ちなくて辛かったものランキング発表です。経費で落ちなくて辛かったものランキングはね、おうち配信のなんか料理配信みたいなやつの食材費食材は経費で落ちませんでした。が、あの2位、3位か2位ぐらいだね。交通費が落ちなかったのはもう最悪ですね。交通費が5万ぐらい自腹になったのは一番辛かったです。5万自腹は本当にやばいね。最悪すぎた。確定申告でも経費にならない領収書とかも取っといてなかったから、その時そう切符の領収書とかあればねいけるんだろうけど、なかったので、そう、いつも交通費領収書取ってなくてもさよかったからさめっちゃ辛かったよ。普通に自腹だったよ。そんな日もありました。でも今はみんなのリマインドのおかげで忘れることはありません。ありがとう。切り抜きをご覧の皆さん、ただいまショールームイベント開催中です。チャレンジから無料でプリンをゲットできるので、プリン投げてくださいね。お願いします。お話し会も再販受付中です。みんな待ってるよ。詳しくはこちらの URL をクリック